今朝氷点下5度ぐらいまで来ました。放射冷却っていうのをして、ものすごい朝方気温が下がりました。そういう時って車ってこういう感じで窓が凍結するんですね。で本来であればあのブラシの後ろ側のスクレーパーでゴリ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 って削るんですけども、今日はね、父ちゃんは天然パーマ、レンジーさんというカーケミカルのメーカーさんからこの開氷剤、ディアイサーっていうんだけどね、この開氷剤をいただきましたので、今日初めてテストしてみたいと思います。承認はあなたです。行ってみますよ。もうね、吹きかけるだけでいいんだって。吹きかけて開氷するまで、放っておけば勝手にもうこの氷を溶かしてくれると。スクレーパーゴリゴリする必要なんかない。これちょっと内窓が曇っちゃってんで分かりにくいんですが、もうすでに氷なくなりました。やばい、やばいね。ケンジーの開氷剤っていうのかな、あっという間に氷取れちゃった。超楽ちん。テネファマおすすめ冬のマストアイテム、ケンジーのディアイサー、チェックイットアウト。